このセッションは、日本語と英語に同時通訳されます。日本語を聞きたい方、英語を聞きたい方、それぞれ通訳の機能を使ってお願いします。それではここまでのところまず通訳お願い、してますが大丈夫ですかね。はい、それでは、始めていきたいと思います。私たちのセッションは、原発核は解決策にはならない、福島から学ぼうという題です。Nuclear will never be a solution. Learn from 福島という題です。このようなセッションを計画した理由は、世界の皆さんに原発の恐ろしさを知ってもらうことです。今年のお正月に衝撃的なニュースがありました。EU タクソノミーのニュースです。EU の欧州委員会がこともあろうに、原発と天然ガスを脱炭素に貢献する投資先に認めるということを検討しているというニュースでした。私たち、日本の脱原発活動家たちは大変ショックを受けました。EU の政府とも言うべき欧州委員会が温暖化対策のために原発に投資してもいいと認めるわけです。先週には欧州委員会がタクソノミーの最終案を発表しました。これを EU 理事会や欧州議会が原則4ヶ月以内に拒否しなければ、来年からこれが施行されるというニュースも聞きました。私たちは焦っています。原発の事故を経験し、そして広島、長崎の原爆も経験した日本人が、この欧州委員会の決断が間違っていると伝えなければならないと思いました。核の恐ろしさ、核を推進する人たちを信じてはならないこと、核は気候危機対策を遅らせるであろうということを世界の皆さんに知ってもらうのが私たちの務めだと思いました。今日は5人のパネリストが話します。最初のパネリストは、福島原発事故が実は日本全土を破滅させる可能性があったということを映画で伝えてくれています。次の2人のパネリストは、事故によってどれだけ多くの人が傷つき、どれほどの悲しみに苦しんでいるか、そして原発にお金を投資した人たちを信じてはいけないことを話します。その次のパネリストは、原発が解決策にならない、それどころか脱炭素社会の妨げになるということを話します。最後のパネリストは、原発の原料であるウランの採掘がどれだけの人権侵害と環境破壊を起こしているかを語ってくれます。このセッションを聞いてくださっている皆さん、質問がありましたら Q&A のところに書き込んでください。パネリストの皆さんのお話が終わった後、私が質問を紹介いたします。それでは、原発事故の実際を映画で描いた、立花民義さんからお話をしていただきます。立花さん、よろしくお願いします。はい、これかな。入ってるの？カメラ。カメラがオンにならないですね。どうしてかな。これかな。またホストの方がカメラと画面シェアリングオンにしてません。この声が聞こえない。ニューヨークさん、尾形さん、設定お願いします。いや、難しいのですいませんが、尾形さん、英語で伝えてくれませんか。立花さんの画面をオン、ホスト権限でオンにしてくださいと。これは自分でできないの、これは。尾形さん、オフの伝えてるマイクないかな。なあ。これ、気がついてるな。
尾形さんのマイクがオフになってるように見えますけど、伝わってますかね。そうだ。ミリー、please make a Tachibana's video on and、allow him share his image. Yep,、Tachibana, you should be able to turn it on now if you click the start video button at the bottom of your screen. There we go. はい。できますでしょうか。はい。Tachibana さん、シェアもできますか。画面共有できますか。はい、できましたか。はい、立花さん、今顔は出てます。はい、はい、共有、はい、はい、できました。はい。はじめまして、皆さん、立花民義と申します。映画太陽の蓋の制作プロデューサーです。この映画は2016年夏に初めて東京で公開されました。モントリオール国際映画祭やインドのチェンナイ映画祭などに招待されて、世界10カ国で上映されております。特にフランスでは2019年に180の映画館で上映されました。福島を題材にした映画は本当はたくさんあるんですけれど、そしてこれらはほとんどドキュメンタリーの映画ですが、この太陽の蓋は思い切って劇映画にしました。その時の首相官邸と東京電力とのやり取り、そして避難する福島の人たちを描いています。出てくる政治家は菅直人総理をはじめ全員実名で登場します。現存する総理を実名で登場させた映画は日本で初めてのことです。私がこの映画を作った理由はたった一つです。それはこの福島第一原発の事故はもう少しで日本が崩壊する手前まで行っていたということを伝えたいからです。ここに一枚の地図があります。ちょっと見てください。この地図は福島第一原発から250キロ圏内の地図です。当時の菅直人総理が原子力委員会の近藤俊介委員長に依頼して作ったもので、最悪のシナリオと呼ばれているものです。その時に福島第一原発をコントロールできなかったらどのくらいの人が避難しなければいけないかという最悪の範囲を示しています。そうです、この範囲は首都東京まで及んでいて4000万人の人が避難しなければいけなくなるのです。それは日本がなくなるということを意味しています。次の写真を見てください。これは、ごめんなさいね、間違えた。これは福島の第1号機から第4号機までを表しております。メルトダウンしたのは1号機、2号機、3号機です。建屋が水素爆発したのは1号機、3号機、4号機です。そこに4つありますけれど、2号機は建屋が水素爆発しておりません。で、最悪の状態をもたらした原因は2つありました。1つは2号機です。2号機もメルトダウンしたのですが、ベントという圧力を抜く作業が成功しませんでした。1号機と3号機はベントできていたのに2号機はなぜかできなかったのです。大量の水蒸気と水素が発生して格納容器の圧力が設計基準をはるかに上回りました。圧力鍋を想像してください。料理の圧力鍋です。事故が起きるときは、中の野菜や肉が周囲に飛び散ります。しかし、もし2号機の格納容器が正常だったら、2号機の格納容器は圧力鍋のように大爆発して、中の溶けたウラン燃料は周囲に飛び散っていました。そして人は誰も近寄れず、福島はコントロール不可能に陥り、最悪の事態になっていました。ある意味で2号機は欠陥機だったから、弱いところに穴が開いて気圧が漏れたので格納容器の大爆発は起こりませんでした。福島の中ではただ一番たくさんの放射性物質を出したというところにとどまりました。もう一つは4号機です。4号機は当時運転していませんでした。1500本以上あった使用済み核燃料棒が
貯蔵プールに移されていました。そのプールも冷やし続けないと燃料棒は溶けて大量の放射能を発生します。しかも運転停止していたら、していた4号機も隣の3号機の水素が流れてきて、建屋が水素爆発をしました。だから燃料貯蔵プールは格納容器の外なので、大気中にむき出しになったわけです。こんな怖いことはかつて歴史になかったはずです。この使用済み核燃料貯蔵プールも事故で全電源が消失して循環水の供給が停止してしまいました。しかし偶然水が流れ込んで1500本の核燃料棒の溶解を防ぐことができたのです。それはなぜかというと、原子炉本体のシェラウドというものを交換するために原子炉に水が満たされていて、その水が偶然プールの方に流れていったからです。このシュラウドは1978年に4号機を運転開始してから33年後に初めて交換したのです。しかも本来ならその工事は終わっていなければいけなかったのですが、なぜか遅れていました。遅れたから事故当日にはまだ水が残っていたのです。そしてもう一つの偶然は、その原子炉本体と燃料プールとの仕切り板が何かの理由で偶然ずれてしまったので、原子炉本体の水がプールの方に移動しました。これも偶然です。これで助かりました。まだ偶然はあります。4号機は建屋の水素爆発があったのですが、そのことによりちょうど4号機の真上から消防車の水を注水することができるようになりました。そして引き続き冷却ができたのです。この水素爆発がもし大きすぎたら燃料プールも破壊されて、2号機の格納容器が爆発したと同じように燃料棒は飛び散っていました。もし水素爆発が小さすぎたら建屋が残っていて、消防車の水は上から注水できませんでした。全く皮肉なことに、建屋の水素爆発もある意味で日本を救ったのです。そうなんです。信じられないことに、最悪のシナリオを防ぐことができたのは人の力ではありません。偶然と偶然が重なって、奇跡と奇跡が重なって、たまたま避けることができたのです。このことを直視すると、動いている原発は一日も早く停止しなければいけません。止まっている原発は絶対に再稼働してはいけません。新規建設などはもってのほかです。私は先週たまたま樋口秀明さんという元裁判官の話を聞きに行きました。樋口さんは2014年、福井県の大飯原発3号機と4号機の再稼働の差し止め判決を出しました。判決の最後に次のように述べています。素晴らしい内容なので皆さんにぜひお聞きいただきたいと思います。被告、関西電力は本県原発の稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は極めて多数の人の存在そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等を並べて論じるような議論に加わったり、その議論の逃避を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関して、国庫の流出や損失の議論があるが、たとえ本県原発の運転停止をすることによって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国庫の流出や損失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国庫であり、これを取り戻すことができることが国庫の損失であると等裁判所は考えている。これを取り戻すことができなくなることが国庫の損失であると当裁判所は考えている。また被告は原子力発電所の稼働が CO2 排出削減に資するもので環境面で優れていると主張するが、原子力発電所でひとたび深刻な事故が起こった場合の環境汚染は凄ましいものであって、福島原子力発電所は我が国始まって福島原子力発電所は我が国始まって以来最大の公害環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。見事な判決文ですね。
日本にもまともな裁判官がいたわけですね。さらに樋口さんは私たちの責任について触れております。福島第一発電所の事故を経験し、原発の怖さや不合理を知ってしまった私たちは、このことを一人でも多くに伝えなければいけないと述べています。裁判官だけではありません。今月1月22日、今年1月27日、菅直人、小泉純一郎など日本の総理大臣経験者5人が EU 委員会のフォンデアライエン委員長に、原発推進は未来を脅かす亡国の政策だと批判し、方針転換を求める書簡を連名で送りました。このことも大きな意味があります。私はこの映画太陽の蓋を一人でも多くの人に見ていただきたい。原発と人が絶対に同居してない、同居できないことを世界の人に知っていただきたいと思います。今まで多くの国の上映会に参加してきましたが、これからも新型コロナウイルスが収束したらまた世界に出かけようと考えています。最後になりましたが、このような大きな原発を事故を起こして、地球環境に大きなダメージを与えたことに、日本に住む者の一人として世界の皆さんに申し訳なく思っております。と同時に、緑の党の皆様の原発を世界からなくすという運動に心から敬意を表します。お互いに頑張りましょう。以上です。ありがとうございます。立花さんの映画は、太陽の蓋、英語で The Seal of the Sun と言います。今、私がチャットにYouTube の URL を書きました。今から今日から1週間まだ見ることができます。ぜひご覧ください。90分バージョンです。英語とフランス語の字幕がついています。さて次は、郡山市の市会議員ヘビー氏イクコさんからお話しいただきます。福島県にある、一つの町郡山市の市会議員です。ヘビー氏さんよろしくお願いします。こんにちは、ヘビー氏です。早速始めたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。画面共有の方お願いします。はい。画面共有をします。はい、1番ですね、表紙ですね。始めます。表紙は昨年4月13日、福島県庁前、政府の海洋汚染水の海洋放出決定に反対し、汚染水を海に流すなと抗議する市民グループで、その時私も参加しております。次お願いします。次お願いします。はい、ちょっと固まり、はい、どうぞ。上の写真は東京電力第一です。下の写真は1号機から4号機建屋を見ることができるエリアで、建屋から約100メートル離れています。昨年私が視察に行ったとき 62.5 マイクロシーベルトありました。1日約3400人働いています。次お願いします。これは全国各地の市民が協力して作成した汚染図です。土壌マップです。汚染は福島県だけではなく東北、関東、中部地方にも広がっています。次お願いします。ただ課題山積、疲労困憊でも諦めない。東日本大震災は地震、津波、原発事故の複合災害です。福島県本年1月11日現在発表の死者数は直接死1605人、関連死2331人、死亡届、これは行方不明者です。合計4162人、そのうち浜通りが 97.1% を占めています。次お願いします。すみません、ちょっと固まってますね。避難者ですね。はい。避難者です。福島県民の避難者は 34,041 人、県外へ 27,297 人、 県内は 6,744 人です。避難者数については市町村の集計を合計すると約3万人多い調査報道もあり問題になりました。次の発表者、大賀さんたちは国主導での避難者の実態調査が必要と避難者数把握の問題を指摘し、また福島県以外からの自主避難者に対しても
対策を求めて直接国や県と何度も交渉などされてきました。基幹政策は大人も子どもも年間20ミリシーベルトで進められており、被爆防護の点で問題です。また避難者は支援を打ち切られ、避難住宅からの追い出しも加速化され、裁判にもなっています。次お願いします。ちょっと動かない、すみません。すみません、ちょっと動かなくなってしまって。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、被爆。6ページですね。6ページ、はい。はい。第一原発内収束作業で。これですね。はい。オンサイトです。収束作業では、廃棄物対策が重要です。高濃度放射性廃棄物があり、放射性固体廃棄物は屋外保管され、昨年10月末まで 50.5 万立方メートルに増えました。トリチウム等汚染水について、県内自治体議会の7割が反対、または慎重な対応を求める意見書を政府に提出したにもかかわらず、また関係者の理解なしにはいかなる処分を行わないとした県漁連との文書約束を反故にして、政府は海洋放出を決定しました。そして2023年以降30年にわたり年間22兆ベクレルを上限に福島県沖へ放出する計画を強引に進めています。海洋放出方針の再検討を求める署名は全国や海外から約45万筆集まりました。トリチウムはベータ線なのにガンマ線計測器で測定し、報道関係者や市民に説明し、無色透明のトリチウム処理水が入ったビーカーを市民に持たせて飲めます、安全ですと強調しています。次お願いします。被爆労働者です。はい、7ページ、はい。被爆労働者の人数は10年間で約13万6千人、うち約4万3千人は年間5ミリシーベルト以上被爆しています。作業員の死亡は21人、負傷体調不良者は300人超と報告され、収束作業に今後何年かかるのか不透明です。次お願いします。次ですね。オフサイトでは木質バイオマスの除染ビジネスが進行しています。法律から除外され、情報開示を求めても事業計画書などは全面黒塗りや不存在となっています。また汚染土壌を再利用するため事故前の基準値を8000ベクレルパーキログラムに引き上げました。次お願いします。健康被害の隠蔽や過小評価もあります。福島県民健康調査検討委員会では甲状腺検査縮小の動きです。また子どもの甲状腺がんをめぐっては裁判も起きています。検討委員会の星座長は自民党からこの夏の参議院選挙に出馬するので座長を辞職すると表明しています。次お願いします。全国各地で民事刑事賠償の裁判が継続中です。その中で私は福島原発刑事訴訟支援団のメンバーになっています。被告は東電の旧経営陣です。次回は本日より3日後、2月9日東京高裁であります。次の写真をお願いします。これは昨年11月2日の東京高裁前の写真です。下は同じく高裁前で、コロナ対策をとって行ったヒューマンディスタンスチェーンで、裁判官は現場検証を、証人調べをと訴えています。次お願いします。リスクは依然として継続しています。増加する気候災害。日本列島は環太平洋造山帯で火山や地震活動が活発な島国です。
地震、台風、豪雨、津波で放射性物質が拡散されるリスクを抱えています。また安全シーンは安全教育が復活し、安全キャンペーンが広がっています。政府は事故の教訓を生かしているのかと大変危惧しています。原発の再稼働や 増設はありえません。次お願いします。上の写真は昨年2月13日に福島県沖地震が発生しました。マグニチュード 7.3、 震度6強。この地震は10年前の余震と言われています。下は原発内です。原発内ではその時水位の低下や圧力の低下が起きました。さらに地震計が故障していたのに修理していなかったことが後日明らかになりました。次お願いします。まとめです。水俣と福島に共通する政府と企業の10の手口を申し上げます。誰も責任を取らない、縦割り組織を利用する、被害者や世論を混乱させ賛否両論に持ち込む、被害者同士を対立させる、データを取らない、証拠を残さない、ひたすら時間稼ぎをする、被害を過小評価するような調査をする、被害者を疲弊させ諦めさせる、認定制度を作り被害者数を絞り込む、海外に情報を発信しない、海外の情報を入れない、御用学者を呼び国際会議を開くです。原発事故は本当に最悪です。環境汚染をもたらし、甚大な人権侵害を生み出しています。次お願いします。私たちは過ちを繰り返さないために教訓から学ぶ必要があります。原発を推進してきた加害者は責任を逃れ、事故をなかったことにし再稼働を企てています。被害者たちはなぜ起きたのか原因を探り、責任を明らかにすることを求め続けます。原発がもたらす負の遺産を増やしてよいのでしょうか。次お願いします。次の言葉を紹介します。目の前から消されたものにこそ真に学ぶべき教訓がある、後藤忍さん、福島大学准教授です。呆れ果てても諦めない、神田香織さん、講談師です。踏まず、たゆまず、しぶとく続ける市民活動、国境を越えてつながっていきましょう。 Go Global Greens。 次お願いします。上の写真は昨年9月がんで亡くなった人宮よいさんです。彼女は海外や日本各地で脱原発を訴えていました。汚染水の海洋放出に反対しますのプラカードを持っています。原発後、私たちはかけがえのない多くの仲間を失っており、悲しみや悔しさは消えることはありません。下は毎月13日全国各地で汚染水を海に流さないでと行っているアクションです。これは郡山市駅前です。次お願いします。最後にこの写真は COP26 に合わせて行った気候アクション in 郡山です。原発も石炭火力も地球の未来に必要はありません。駆け足でしたが、これで私の報告を終わります。以上です。ありがとうございます。すいません、画面共有で、スライドがうまく動かなかったのでちょっと小さな画面になってしまいました。水俣と福島の共通点というお話もありました。水俣というのは世界の皆さんもご存知かと思いますが、水銀による、あの公害ですね。その時も住民たちが大変な悲しみに不幸に陥りましたけれども、それと同じことが福島でも起こっているというお話をいただきました。はい、それでは次、大賀彩子さん、よろしくお願いします。こんにちは。ビデオ、はい、皆さんこんにちは。今画面共有します。最初のスライドから。あ、ここじゃない。スライド。あら、はい、大きくならない。あなた。OK。はい。始めます。311拡散時の被害は続いていると題して、
お話しいたします。2011年、私は福島第一原発立地の大熊町で小農を営みながら脱原発福島ネットワークなどの活動に参加し、廃炉アクション福島原発40年と私たちの未来という新たな取り組みに希望を持っていました。福島原発はこれから次々40年超えになるし、立地地域住民も老朽化やデータ隠しやトラブル続発への不安を強めている。今こそ廃炉時代の地域社会を考え始めようという呼びかけでした。しかし3月11日原発加国事故が始まり、福島第一原発のメルトダウン、連日の爆発と続き、私たちは緊急避難の途上から避難区域の拡大や被爆防護、避難支援の施策を求める活動に奔走し始めました。私たちが長年恐れてきたこの惨事、東日本、日本中、太平洋、世界中に影響する事態をついに食い止められなかったという悔恨、私たちはふるさとを失いつつあるという悲嘆に覆われながらでした。その後明らかになっていった放射能汚染の状況は東日本の広域に広がっていました。こちらの右の図は市民のネットワークみんなのデータサイトが土壌汚染を測定し2011年3月の値に換算したものです。左の地図は環境省が空間線量によって年1ミリシーベルト以上相当の地域を含む市町村を指定した汚染状況重点調査地域の地図です。こちらの範囲までだけでも約700万人の人々が暮らしていました。次のページの地図は100年後2111年の値に換算したものです。世代を超えて長く長く影響が残ります。生活環境においては、はじめに放射性プルームが飛来降下し、地面、建物の屋根、壁、屋外の人、動物、植物、あらゆるものに付着します。ホコリなどとともに、体内、室内、屋外環境、遠方へ浮遊、沈着、移動します。水に溶け、水たまり、下水、川へ移動し、沈殿、濃縮します。短期間の隔離ではなく、長期の社会生活を続けながら被曝を防ぐことはとてもとても大変です。農林漁業への影響はもちろん、お金では換算できない子どもの外遊び、山や海や川など自然に親しむレジャー、魚、キノコ、山菜などの食文化、なりわい、生きがいが奪われました。2011年4月、政府は、大人から子どもまでの被爆限度基準暫定値を ICRP の緊急時被爆状況における人々の防護のための委員会勧告の適用目安上限である年間20ミリシーベルトに定め、避難指示区域の拡大は限定的にしか行いませんでした。そして年間20ミリシーベルトまでの被爆線量は安全であるという形で宣伝を広められ、要素材の配布もなく、被爆防護の施策も不十分だったため、避難指示区域外から避難をしなかった、またはできなかった多くの人々が、さらに継続的に外部被爆、内部被爆を被りました。汚染地の住民は、避難するか、またはとどまるかの自己決定を保障されるべきである。被爆なき居住、貧困なき避難は、私たちの生きる権利であり、基本的な人権であるとして、私たちは政策変更を求めて活動しています。2012年には、国連人権理事会の第2回普遍的定期的審査 UPR の日本政府への勧告や、人権特別報告者の報告で、原発事故被災者住民の健康と生活を放射線危険要因から保護するために必要なすべての措置を講じるべきと指摘されました。しかし日本政府はその後も賠償、検診、住宅支援などについて、避難指示区域住民には一定の施策、福島県内避難指示区域外住民には子どもの甲状腺がん検診など 一部の施策、福島県外の住民には、
ほとんど対象にしないという対応を続けています。原発事故子ども被災者支援法の成立がありましたが、年々形骸化され、住宅支援の打ち切り、子どもたちの保養キャンプへの補助金の減額、避難元への帰還奨励に偏重という状況です。病気、貧困、家庭崩壊、いじめ、自殺、地域社会の崩壊、孤独死といった困難が被災地でも避難先でも起こっています。2017年の国連人権理事会第3回 UPR 勧告でも、放射性物質にさらされていることに対する健康管理、医療的措置の必要性が指摘され、被曝線量限度を年間1ミリシーベルト以下に戻すべきということや、避難者への支援を継続的に行うべきということが勧告されています。また国内避難に関する指導原則を適用すべきことも勧告されています。しかし日本政府は勧告を受け入れると回答しながら実行していません。近年福島県内外でさらに進んでいるのは、暫定的年間20ミリシーベルト基準を未だに用いての拙速な避難指示解除、移転先に苦慮する避難者の住宅追い立て、避難者数集計の矛盾、復興を謳ったイベント、視察ツアー、開発事業の乱発などです。避難者数については、例えば2021年1月の福島県と復興庁の集計では、全国で約4万2000人、市町村ごとの集計を合計すると約6万4千人でした。私たちが言えるのは、避難者登録の仕組みと運用、集計に欠陥があり、現在の避難者数は6から7万人と見られるということです。復興偏重について、避難指示区域を徒歩取材している絵本作家、鈴木邦博さんは書いています。放射線量に目をつむらないと、復興ってできないものなんですか？放射性物質をないものとして扱わないと、復興ってできないものなんですか？あるものをないことにしないと、復興ってできないものなんですか？見えないものを可視化しようとするアートは、復興の邪魔なんですか？原発事故を伝承することは、復興の邪魔なんですか？さて、こちらの水俣と福島に共通する10の手口チェックリストは、公害の原点といわれる水俣病の被害者に寄り添ってきたアイリーン・スミスさんが提唱してくれたものです。私が付け加えて提案したいのは、引き続く被害を防ごうとしないということです。あの3月、飯舘村などに避難指示を早く出していれば、東日本の数千万人の人々に被爆防護の行動を呼びかけていれば、被爆被害を減らせたのにと、本当に無念です。一方、チェルノブイリ惨事の後から、原子力産業側はいかに原発事故被害を矮小化してみせるかの手口を練っていたという情報もあります。被害者の精神的損害、被害についても懸念しています。福島県相馬市の有塚良治医師は、精神医学専門家として研究発信をしています。原発避難者の精神的健康尺度調査は、過去の大震災被災者よりも深刻な結果。未来が見えなくて仮の人生が続くと PTSD が多発する。先の見えない感覚の持続により、フラッシュバックならぬフラッシュフォワードが起きる。語れない環境は長期間経ってから PTSD を悪化させると指摘しています。今後について私たちは日本の大人として、被災地に暮らす人も避難先に暮らす人も一人も取り残さず、住居や健康の不安なく暮らせる施策を政府に実行させることを決して諦めてはならない。次の世代に引き継ぐこともしていきたいと考えています。一方、世界中の誰にも私たちの苦しみを繰り返させたくない。さらなる被害、被爆を防ぎたいと切望しています。事故の可能性が全くない原発がどこかにありますか？真に人権を守り、満足な
原発事故被害者救済を行える政府がどこかにありますか。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。原発の事故に実際被災された、皆さんの、心情、現実が分かっていただけたと思います。原発が本当に安全な原発はあるんでしょうか。こういったあの大賀さんたちのような状況に陥ることは皆さん誰でもその原発のある国であれば可能性があります。次は飯田哲成さんから、原発がやっぱり、解決策にならないということを詳しく説明していただきます。よろしくお願いします。あ、皆さんこんにちは、環境エネルギー政策研究所の飯田哲成と申します。私の方からはあの、地球温暖化の原発は地球温暖化の、まあ、役に立たないどころかむしろ、まあ、迷惑になるというかですね、という話をしたいと思います。時間で目次としては、まあ、そもそも地球温暖化気候変動対策には役立たないと、それから原発が気候変動に対してむしろ、弱いというかですね、原発自身が気候変動の影響を受けると。で、まあ、気候変動は、まあ、持続可能性の一つの一番重要な要素ですけれども、そもそも持続可能ではないと。で、そして最後にもう客観的に事実を見ればですね、原発は何の役にも立たないにもかかわらず、その先ほどの EU タクソノミーも含めてですね、日本は特にそうですが、この明らかに不能な原発になぜこの政官業とですね、その固執するのかというところをお話というかですね、ちょっと私の考察が入ればと思います。まあ、まずその、まあ、2030年までにですね、その気候変動いわゆる気候危機を、下げるためには、まあ、世界全体で、温室効果ガス CO2 を半分半減し、そして2050年までにはゼロにしなきゃいけないと。で、そのペースに間に合うのはですね、唯一再生可能エネルギー、その中でも太陽光と風力以外にはないですね。で、むしろでそれはもう世界の、まあ、アイリーナ国際再生可能エネルギー機関も含めて、もう世界的なシナリオはもうこの売買ゲームで増えるこの再生可能エネルギー、特に太陽光と風力がですね、まあ、10年前にはよもやこんなに拡大するとは思われてなかったものが、この10年で一気に拡大 してきたということで、まあ、もう他にもいろいろやらなきゃいけないけれども、石炭を、やめるとかですね、あるんですが、とにかくこの太陽光と風力を飛躍的に、プラス今蓄電池と EV ですね、これを増やすことが、まあ、唯一の中央突破のソリューションであると。で、一方で原発はもう相当古くなってきていて、新しいものは全くできないので、その賞味ネットで見るとむしろこれから減っていく可能性が高いので、まあ、どう見ても原発の他の今日いろいろ今お話のあったリスクを、まあ、片目か両目をつぶったとしてもですね、そもそも間に合わないということがもうはっきりしています。で、それもまずコストですね。で、太陽光はこの10年間で10分の1にコストが下がり、風力は10分の3、つまり7割コストが下がり、で、蓄電池もこの10年で10分の1にコストが下がって、で、このコストが下がったのはいわゆるテクノロジーラーニングカーブといわれる、いわゆる技術学習効果、コンピューターと同じ CPU と同じ効果で、これまでもコストが下がり、この先もコストが下がるということで、この太陽光、風力、そして蓄電池こそがですね、電力プラスエネルギー、さらには今爆発的に拡大を始めている EV ですね、そのこれを車の両輪の人として転換をしていくのがもう唯一の突破口ですね。もちろん省エネ節電というのは重要なので、それを同時にやる必要があるんですけども、じゃあ一方で原発はどうかというと、古い過去のデータでアメリカとフランスを見てもですね、作れば作るほどコストが高くなってきていると。で、最近の今作ってるフィンランドのオルキオルト、あるいは
フランスのフラマトブ、あるいは、イギリスのヒンクリーポイント C を見てもですね、これ作れば作るほど高くなるこのアメリカとフランスのですね、過去の履歴だけじゃなくて1個の原発を作ってる間に、いつまで経ってもできない。オルキオルトなんかは2005年から作り始めて2010年にできると言ったのが、今この現在になってもまだできていない上にコストが2倍以上に上がってますし、フラマトも同じような感じですし、ヒンクリポイントもおそらく同じような形ではないかということで、もう特にイギリスのヒンクリポイント、まあイギリスだけじゃないですが、コストがどんどん下がる再エネで、例えば洋上風力、今完成する洋上風力の方が、まあおそらく10年後にもできてないと思いますが、ヒンクリポイントよりも安い。で、10年後の洋上風力はですね、ヒンクリポイントができる頃よりもはるかに安くなるという、何をやってるんだという、もう愚か極まりない、ですね。で、しかも今もう太陽光と風力がもうこの中心になるということが、もう基本的なパラダイムにもう世界全体が変わってきている、少なくとも現実を見ているちゃんとした専門家はそういうふうに見ているわけですが、まあ、そうすると従来言われていたベースロードという考え方ではなくて、フレキシビリティという考え方に今変わろうとしている。で、フレキシビリティというのは、いわゆるそのマージナルコストといわれる追加費用がゼロの太陽光と風力を一番下に置いて、送電系統の中にいかにフレキシブルにこの統合していくのかということの策を尽くすというのが、もちろんこれだけじゃなくて、他にも分散型のですね、太陽光と風力の、分散型エネルギーとかコミュニティエナジーという手段もあるんですけれども、系統全体の再エネ化という意味ではこのフレキシビリティに変えていくとするとですね、このフレキシビリティのない原発の邪魔でしかないですね。で、その問題が出ているのは日本では九州電力で、九州電力はおよそ8000メガワットの需要に対して4000メガワットの原発が、まあ、全て動いているときには動いているために、太陽光をおよそ 50% 抑制をするというですね、やってることが全く真逆なことを例えば日本の九州電力では始まってきていると。で、優先度プライオリティが全く逆なんですね。で、その九州電力というかでもですね、まだ再エネ、いわゆる VRE といわれる太陽光と風力の比率は、まあ、たかだか、15% ぐらい、この下のグラフですね、 15% ぐらいで、まあ、一番高いデンマークあるいは南オーストラリアとかであれば 50% をこの太陽光と風力自然変動型電源を超えていても十分抑制なしで吸収できているのに、日本九州はですね、わずか 15% でありながらもう 5% を超える抑制をすると、年間キロワットアワーベースですが、もう全くそのやってる政策と技術が日本では追いついていないということで、まあ、再エネ100に向けて政策を大転換する上で、まあ、原子力は速やかに、まあ、できれば即座に、やめていくということがもう必須であると。そして、じゃあ気候変動が実際に起きればですね、むしろそれが原発を非常に悪影響を及ぼすということで、まあ、フランスなんかに典型的に起きてますが、海水温あるいは川河川の温度もしくは気温が上がることによって冷却が、まあ、できなくなるという問題と、あるいは海面上昇によって、まあ、日本のように海岸沿いにある原発等がですね、影響を受ける。そして、ハリケーンなどの異常気象の影響を受ける、あるいはクラゲ繁殖によって冷却停止が起きたり、あるいはカリフォルニアで起きましたけれども山火事が起きることによって送電停止とか、あるいは動物が逃げ込んでくるとかですね、そして、洪水が起きてがれきがその、給排水のところに流れ込む、とうとうですね、そして高潮海面上昇の影響と。で、そして先ほどの自然変動型電源の太陽光風力とは違って原発のような巨大な電源がいきなり止まると、これは電力システムに非常に悪影響を与えます。で、よく、不安定電源というふうに言いますが、この不安定電源というのは太陽光や風力はこれは自然変動型インターミッテントなですね、バライアブルエレクトリシティですけれども、巨大電源がいきなり止まる方が非常にアンステーブルな不安定電源だと。で、これは
日本でもですね、2019年9月3日に北海道電力、これ原発ではありませんが、石炭火力3基を地震が襲って、止まってしまったということで、全島ブラックアンド、そのアイランド 500万人が住む島全体がですね、3日間にわたって停電をするという極めて不安定な事象が起きたんですが、やはり巨大電源というのは非常に脆弱であるということもあります。そして、気候変動以外にもですね、原発はそもそも持続可能ではないということで、まあ、ウランはせいぜいもう数十年単位の枯渇性の資源であると、そして、もともと核燃料サイクルでその、まあ、使ってない、ウランですね、ウラン238をプルトニウムに変えてという、 こう核燃料サイクルは、まあ、実質的にもう完全に破綻をしていると。そしてエネルギーの資源効率ですね、エネルギーペイバックタイム、もしくはエネルギーリターンオンインベストメント、で見てもですね、これは発電の、資源の採掘側でよく計算するケースがあるんですが、そうではなくて発電アウトプットで見ると、原発と化石燃料は確実に1以下となるので、取り戻せないと。しかし再生可能エネルギー、特に太陽光と風力、あと水力に関しては、まあ、資源が、まあ、ただですので、アウトプットが必ず1を上回るということなので、資源効率も、再生可能エネルギーの方がもちろん、いいと。そして、まあ、言うまでもなく、これまでご報告があった通り、核廃棄物と核放射能汚染、そしてあわや日本が崩壊しかけた破局事故リスクというものは、これはもう決して避けることができないもので、他にエネルギー手段がなければですね、向き合っていかなきゃいけないんですが、安くて無限でクリーンな再生可能エネルギーがここまで実用化している中で、こんな厄介な、エネルギー源を、これ以上維持する必要もなければ、ましてや新たに作る必要などおよそないと。そして原発というのは大体日本で、典型的に起きますが、政治と行政と事業者が、まあ、一体となってですね、そして囲い込まれる、まあ、規制の取り子、日本では原子力村現象と言いますが、それが結果として、市民とかですね、市民の健康もないがしろにするようなことが起きてしまう、そして核拡散のリスクが、必ず見え隠れ、していると、で、まあ、結果として民主主義とも逆行するということですね、まあ、このようなエネルギーは、まあ、もともと大学院、そして最初の、勤めは原子力をやっていましたが、こんなに汚い業界はないということは断言することはできます。で、客観的に見ればですね、全くもう今となっては不能な原発、石炭と同じぐらい役に立たない原発にビル・ゲイツをはじめとしてですね、そうそうたる人たちがなぜここまで固執をするのかというのは本当に不思議でならないわけですけれども、これはまあやはり非常に強固なですね、政治と行政と産業界とメディアと、そして一部のアカデミアの強固な絡み合いによるパスディペンデンシー、経路依存が、それぞれの国において、まあ、核兵器保有国である、まあ、今のアメリカのバイデン政権の中も非常に強力な原子力村の人たちがいますし、イギリスもそうですね、でフランスはもちろんそうですし、ロシアも中国も、で日本と韓国は核保有国ではないけれども非常に強力な、鉄の五角形とがまずあるというインナーサークルというかですね、あるいはボーイズクラブというかですね、まあ、そういったものがあると。そして、やっぱりどうしても核武装との関連というのは避けて通れないと、まあ、核保有国というのは当然、ありますし、非核保有国、特に日本は、明らかにですね、6カ所再処理工場という何の役にも立たない再処理に、必死で固執をしているのは、これは、家内の部分の、まあ、タカ派的というかですね、
の人たちがとにかく潜在的核武装能力というのを絶対手放さないんだと。で、それを見ている横目で見ている韓国の中にもそれがやはりこう見え隠れしているというところがあります。そして新しく原子力を導入する国々はもう明らかにこれはヒドゥンアジェンダとして核兵器の、潜在的核武装能力を、必ず狙っているということはこれもはっきりしているだろうというところがあります。で、しかし根っこにはですね、結局1たす1は2ではない世界、あるいは、ABC の後が D ではなくていきなり X に飛ぶようなとんでもないあの考えがですね、なぜこう流布するのかというのはですね、まずは昔からいる、原子力、大好きの人たち、いわゆる巨大技術信奉者の人たち、これは古くからのいわゆる、ビッグテックビリーバーというかですね、これは今でも日本で健在でですね、でさらにですねそこに新しい、若干2つ目と3つ目っていうのは若干こう重なっているんですけれども、気候変動、特に今気候危機がある意味、いい形で煽られてるんだけどそれに乗る形で、ひっくり返ってる人たち、一つはレジェンドが転向したと、ジェームス・ラブロックであるとかスチュワード・ブランド、あるいはジェームス・ハンセンといった人たちですね。それからジョージ・モンビオ、マーク・ライナスも似たのかなと。でデンマークのビヨン・ロンボーグとかですね、そういったあの人たちですね。でそれが非常にあとつながっているのはテクノリッチと、あと新しい思想ニューソートで、いわゆるエコモダニスト、エコモダニズムといわれるテッド・ノードハウスであるとか、さらにその先にはビル・ゲイツやピーター・ティールといった連中がいるという形でですね、その非常に古くからのビッグテックビリーバーと、新しい思想とがですね結局ぐるっと回って今くっついていて、この明らかに不能な、1たす1が100なんか、なんかもう全く普通の足し算と普通のあのアルファベットイロハニホヘトができないようなとんでもないロジックの原発が生き残るという形で、そういった中でもう先ほど話が出ましたが、EU タクソノミーに対して日本の、5人の首相が、人の元首相がですね、書簡を送ったと。でこれに対してまたあの、日本ではいわゆるネトウヨと呼ばれる、ライトカルト、オルタナライト的な人たちが、騒いでるというのもあるんですが、実は日本の岸田首相、環境大臣、福島県知事が、先ほどあのご報告のあったあの福島の放射能の被害に向き合わずに、むしろ、それを否定するような反論をしているというところもですね、非常に今日本の現状としては、大きな問題があるんじゃないかというふうに考えています。そこはまたあとディスカッションでということで、以上で私の話を終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。原発がそもそも必要ないどころか、邪魔になるという環境対策、気候対策の邪魔になるというお話もしていただきました。それではジムグリーンさんお願いします。次ですね、原発の原料であるウラニウムを福島の原発はですねオーストラリアから輸入しております。そのオーストラリアでも環境破壊、それから人権侵害が起こっているということ、ですね、それをジム・グリーンさんからお話ししてもらいます。ジム、please go ahead speak ジム、please off the mute unmute、okay. Thank you very much for the invitation. Can I share my screen now? YesPlease share your screen. Okay, thank you. Good. Okay, can you see my PowerPoint now? Yes. Yeah, okay, that's great. Well, thank you again. I'll run through this fairly quickly. I'm talking about uranium mining in Australia, but of course it happens in many countries of the world, andmany countries supplied uranium to Japan, which was used in the Fukushima reactors.
We only have two operating uranium mines in Australia now. There were four at the time of the Fukushima disaster, but only two now. One is Olympic Dam, which is the biggest uranium deposit in the world. The other one is Beverley Four Mile. Both of these uranium mines are in South Australia. There are threats of new uranium mines. The biggest threats are in Western Australia. One mining proposal called Mulga Rock, another one called Yeelery, which is owned by the Canadian company Cameco. The uranium industry is very small, even in Australia, which is a major world supplier. In Australia, uranium accounts for just 0.2% of national export revenue, and even globally, the uranium industry is relatively small. It's about a $5 billion US industry. The industry promotes itself by saying that it reduces greenhouse emissions, but of course, uranium exports from Australia do not reduce greenhouse emissions if we are simply displacing uranium from other countries. And secondly, Australian uranium is not reducing greenhouse emissions if the nuclear power fueled by that uranium displaces equivalent or less greenhouse intensive energy sources, namely renewables. So there's plenty of this greenwashing in Australia. This is the Olympic Dam mine in South Australia. At the top right of that photo, you can see the actual mine site, but most of that photo is the radioactive tailings, and it's produced at the rate of about 10 million tonnes per year. The total is about 200 million tonnes. And BHP is currently building tailings dams, which even they classify as extreme risk tailings dams, which means that in the case of a severe accident, the number of deaths could exceed 100 people. Jim, I'm sorry. We have prepared the bilingual PowerPoint and I forgot to show you. Can I share the image on behalf of you? I have a bilingual one. Yeah, that would be great. Yeah, thanks, Keiko. So start, let me see. Start from here. Start from here, right? Yeah, that's right. Or the next one, Keiko. Next one. Yeah. Okay. Sorry. Another environmental problem is that the Olympic Dam mine uses 37 million litres of water every day. It's taken from the Great Artesian Basin and it ruins some of these mound springs, which are precious oases in the desert. You can see there one of these mound springs that's still alive, but a number of others have been killed off by the water take. Next, Keiko. And this is the Beverley Four Mile uranium mine. This is in situ leach mining. It's arguably the worst run mine in South Australia, perhaps in all of Australia. In situ leach mining means the routine pollution of groundwater with radioactive liquid and acid. And amongst many other problems, they have multiple spills of yellow cake or uranium drums. And the occupational health and safety standards there are appalling, but the government regulators do nothing about the problems. Next. Australia contributes to weapons proliferation risks. We sell uranium to countries outside the NPT, namely India. We sell to several countries who refuse to sign the Comprehensive Test Ban Treaty. We sell to numerous countries blocking the Fissile Material Cutoff Treaty.
and we sell to countries refusing to sign the recent UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. We sell to secretive and authoritarian states. And of course, I haven't included this on my slide, but it's important to note that we do sell uranium to Japan, and we Australian uranium was in the Japanese nuclear reactors. And Australia was very well aware of the safety risks and the flawed regulation, but we continued to sell uranium to Japan, and we did nothing to try to improve safety standards in Japan. So Australia is complicit. Australia is partly responsible for those problems. Mm. Next, Keiko. The safeguard system, which is meant to prevent weapons proliferation, is very flawed. And here we have some quotes from the former head of the International Atomic Energy Agency, who said that the IAEA's basic rights of inspection are fairly limited, that the safeguard system suffers from vulnerabilities and clearly needs reinforcement, and that efforts to improve the safeguard system have been half-hearted. Next. Oh, I have mentioned that. Yeah, we can move on from that one. Could I just note that in the chat, I've put a link to an article about Australia's responsible for the Fukushima disaster. And I've also put a link to a video, the senior traditional owner of the Mirra Aboriginal people in the Northern Territory. And she was very sad and upset that uranium mining was taking place on her country, despite the opposition of the Mirra people. And she was even more upset that uranium from that mine was used in the Fukushima reactors. Next. And just briefly to mention that one of the most difficult and problematic aspects of the nuclear industry is military attacks on nuclear plants. And there have been several there. And there's a risk of a deliberate or accidental military strikes on nuclear plants in the Ukraine at the moment as a result of the political tensions. Then Australia is partly responsible because we sell uranium to Ukraine, and we do that despite the fact that safeguards, IAEA safeguards inspections are not happening in Crimea and also in eastern Ukraine, I understand. Next. Aboriginal people have suffered greatly from the uranium industry in Australia. Right from the start of the nuclear industry, there were nuclear bombs exploded on Aboriginal land by the British government. This issue of nuclear racism or radioactive racism also extends to uranium mining. And I've already mentioned the example of the Mirra people in the Northern Territory. And there have also been multiple attempts to establish nuclear waste dumps on the land of Aboriginal peoples despite their opposition. And one current struggle is to stop the federal government dumping nuclear waste on the land of the Bungala traditional owners in South Australia, despite their unanimous opposition. Next. And here we have Yvonne Margarola, who I've mentioned before. The government would not listen to us and forced the Ranger uranium mine on us, but the old people were right. And today we are dealing with everything they were worried about. None of the promises last, but the problems always do. And thankfully, uranium mining has stopped on Mirra land. They've closed the Ranger uranium mine, and they're now in the process of a rehabilitation of that mine. Next, these struggles, Keiko, next slide, please. Uh,
these struggles are very uneven, but on many occasions, Aboriginal people and their supporters have succeeded in stopping unwanted nuclear projects. And an example here is the Kupapiti Kungachuta. These were elderly women who were victims of the British nuclear bomb tests in Australia. And several decades later, when the federal government wanted to build a national nuclear waste dump on their land, they fought back, and with their many supporters, they won that campaign. So that was a great success. Kayako, we can go to the next slide. So in summary, there are very meagre or small benefits from uranium mining in Australia. It contributes next to nothing to jobs or to export revenue. It doesn't help in the battle against climate change, certainly not if it's simply displacing other uranium suppliers, whereas the problems are significant, and those problems include the racism, the weapons proliferation risks, the environmental impacts, and the problems with uranium once it leaves Australia's shores. And obviously, as a clear example of that was the Fukushima disaster. Next. The EU taxonomy is a big problem. However, there are multiple barriers still. One is that the European Parliament may reject the proposal to label nuclear power as sustainable. Another is that there will likely be a legal challenge in the European Court of Justice, and that could overturn the recommendation to label nuclear as sustainable. And last but not least, the financing for nuclear power is just not there. If you would know in Japan that Hitachi and Toshiba have pulled out of nuclear projects. And even with subsidies available from the EU taxonomy decision, if it goes ahead, there will still be a huge problem in finding finance for nuclear power reactors. And lastly, I wanted to finish with some good news. Renewables have steadily increased to just under 30% of global electricity generation, whereas nuclear has fallen from its peak of 17.5% and now sits at 10% of global electricity generation. So the future for nuclear power is bleak, and the future for the uranium industry is bleak, and the future is renewable, not radioactive. And one more slide, Kayoko. There's some websites there with more information about Australia's uranium industry. And I'll leave it there. And thank you. Thank you. Thank you very much. ありがとうございます、ジム。はい、ありがとうございます。これで、すべてのパネリストのお話は終わりましたけれども、パネリストの方で何か、付け加えたいこと何かありますでしょうか。もしあれば、おっしゃってください。はい、よろしいですか。時間はあと15分ぐらいで、終わりますが、一つ質問がジェイソンから来ていた質問ですね、答えていただいたようです。ですね。はい。それからタイロンからの質問もありますけれども、これは、ですね、どうしましょうかね。はい、すごく簡単に答えれますが、要は、はい、お願いします。このタイロンさんからは、これまでに歴史的にこれだけ減らしたという話なわけですけども、今求められているのは、今現状レベルではなくて、もっとはるかに大胆に加速度的に減らさなきゃいけないですね。でそれには少なくともまず仮に今の原発を維持したとしてもですね、追加で
2030年、さらに2050年に向けて爆発的に普及しうるのは唯一再エネ、特に太陽光と風力のみなので、これまで減らしたというのは、まずその単なるそれは確かにそれは事実でも、これからの解決策にはならないと。で、しかも今原発が減らしている分を再エネ、太陽光と風力でカバーすることはもう極めて短期間のうちに可能なので、今原子力がカバーしている量というものを課題視する必要は全くないし、むしろ原子力がもたらしている他の負の要素、これはこれまでに今自分も含めて皆さんが報告されたマイナスの要素を考えればですね、これは速やかに、太陽光、風力、再エネに切り替えていくということが極めて合理的で、そして人類としての規範的な考えだというふうに思います。はい、ありがとうございます。飯田さん、すいません、もう一つジェイソン、からの質問もですね、はい、ちょっと答えていただけますか。書いてはいただ、書いてもらいました。はい、はい、ジェイソンさんからは、あの政府とか企業が、大変原子力あれだけ複雑な地球をウランが巡り、廃棄物が巡り、あの強大な装置を作って、結局作るのは単なる巨大な夜間でしかないというものであれば、小規模な、水素核融合施設を作ったらどうかと。で、というあの質問だったんですが、そもそもあの小型の核融合装置なんか短期的にできる可能性がそもそもないではないかということと、できたとしてももうすでにもう極めて安くなり、この先も安くなる太陽光と風力にはどう考えたって追いつけないし、で核融合にしても結局トリチウムをあるいはリチウムなりですね、その燃料を結局どっかに持ってこなきゃいけない、その燃料のサプライチェーンがいるんですが、無限の、太陽と風を燃料とする太陽光と風力にはどうあがいたって、勝てないし、そして核融合も結局は、高速中性子とかで放射化をしたり、そのトリチウム、膨大なトリチウムを扱うので、その放射能の汚染からも無縁ではないから、核融合、私もともと大学で核融合を研究してたんですが、いつまでたっても実用化するのは30年後っていうですね、見果てぬ砂漠のミラージュのような核融合も、全くもう時間の無駄でしかないというふうに私は考えます。はい、ありがとうございます。時間もあまりないので、もし質問ある方は、Q&A に書き込んでいただくと、分かりやすいんですけども、パネリストの方で何か付け加えたいことはありますか。はい、それでは特にもし質問がですね、これあまりなければですね、最後にあとパネリストの方に 1,2 分ずつ一言話していただいて、終わりにしたいと思います。ではさ、発言の順番で一番最初に、じゃあ立花さんからお願いしたので、立花さん、一言、お願いします。はい、はい、福島のリアクターの今の現状ですけどね、そのデブリが、溶けた燃料が溶けたものがね、一番、そこにこう格納容器を、突き抜けてね、メルトスルーして、溜まってしまってるんですね。これを今日本の政府は一生懸命こう取ろうとするんですけどね、本当にね、これを取るのは今その30年とか40年とか言ってますけどね、到底できるようなものじゃないし、お金もね、10兆円とか言うんですけど、そんな金でもできない。だから結局はその原発は事故の果てというのはね、チェルノブイリと同じように、もうどうしようもないというのをつけられない状況になってきて、放っておくしかない、ということになって、そこに大変なこう大きな負の遺産を将来に残すものだというふうに、福島を見てたらね、はっきり見えていると思います。私は、この映画を今まで10カ国に行ってきたと言いましたけれど、今後もね、新型コロナウイルスが収束したら、世界中どこでも上映に行きたいと思ってますので、手を挙げてください。手弁当で、
行きますから、もう旅費も宿泊費も全部私持ちですから、皆さんのところでね、世界で上映したいと言ったら、歓迎しますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。ぜひとも、太陽の蓋、The Seal of the Sun、見ていただきたいと思います。はい、それでは、ヘビーシさん、一言お願いします。はい、皆さん、ありがとうございました。立花監督、映画作ってくださって大変ありがとうございました。映画を作るって相当大変だったろうなというふうに思っています。本当に一人一人さまざまな体験をしたんですね、あの時ね。だからもう一人一人のドラマがあったし、課題もずっと私たちは持ち続けています。私、海外の方からは事故当時ですね、なんてことをしてくれたんだっていうふうに詰められたんですよ、海外の記者さんたちから。あと自分は被害者っていうふうに思ってたんですけど、ああ私たちって加害者になってしまったんだなっていう時に実感したことを改めて思い出しました。やはりすごく罪深いその原発政策だなというふうに思っています。で、やっぱ犠牲とかその負の部分を出さないとやっていけないものはやはりこれからは選びたくないなというふうに思っています。人間の命って限られているので、まだまだやらなければいけないことたくさんあるかなというふうに思っています。で、皆さんの意見っていうか、皆さんとこういうふうに活発に報告を聞きながら一歩成長できたかなというふうに思ってます。どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。では大賀さん、お願いします。ミュートを外してお願いします。はい、ありがとうございました。日本からのスピーカーで、何でしょう、それぞれ補って、もう私たちの伝えたいことは言い尽くしたという感もしています。で、さらに、まあ、オーストラリアのウラン鉱山、そしてウランの輸出、そこに関連する問題について報告していただいて、さらによく全体をね理解できたと思います。とてもいい機会をいただき、何でしょう、ウォーバーの、サイトでやり取りなんかもできますし、まあ、私はそうですね、当事者の一人として、また機会があれば多くの方の参考になるようにお役に立ちたいと考えています。今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは飯田哲成さん、お願いします。はい、一つはなんか、ベイリケさんから、JRC レポートでは、原子力は事故を起こす可能性がなく、今、問題がないようなけど、それはどう思うかっていう質問があって、ただこの JRC レポートは非常に専門家から批判が出ているので、これは全く正しくないというふうに考えています。それから、私の最後のコメントはですね、福島は本当に大変な、皆さんも経験もされたし、私も、本当になんか大変だし、今でも大変なんですが、今我々直面している、まあ、水俣との共通点があったんですが、同時に今コロナとも共通点がすごくあって、で、はっきり言って日本の政府がまず専門家が全く信頼できないというのが全く共通していて、で政府が全く機能しないと、で、人の命をきちんと救おうとしないというですね、でもっとちゃんとニュージーランドとかやってる国が台湾とかあるんですけども、日本は全くそのコロナと、原発とそして水俣というのは、日本の専門家と政府と行政の、あるいは政治のですね、まあ、機能不全を、明らかにしてるんじゃないかというふうに、まあ、考えています。で、やっぱりそこを
これから どのように私たちはその社会を変えていくのかというところの手がかりに、水俣、福島、そしてコロナと、まあ、その共通軸から見直していく必要があるかなと考えています。はい、ありがとうございます。 Jim, could you comment? A brief comment, please. You wrote something in the chat box that you can mention about that too. Jim, can you speak?Yes, Kayoko, just a brief summary. Is that what you're asking for? Mm-hmm. Yes, if you have some comment on after hearing all the panelists' speech, or you can answer, hi, yes, whatever, before ending this session. Okay, well, just briefly, I just feel so terrible that Australia was partly responsible for the Fukushima disaster, and terrible that even after 10 and almost 11 years, it's still such a big problem for so many people. Anyway, the positive side of that is that we only have 2 uranium mines, whereas we had 4 at the time of the Fukushima disaster.I get upset by people who trot out the same discredited claims that we heard about Chernobyl. And we're seeing some of that in the chat at the moment. Someone saying that Fukushima was a natural disaster. And I'll just quote, I'll end with this quote from the Nuclear Accident Independent Investigation Commission, which was established by the Japanese Parliament. And they said quite clearly that Fukushima was not a natural disaster. It was...And I quote, a profoundly man-made disaster that could and should have been foreseen and prevented, if not for a multitude of errors and willful negligence that left the Fukushima plant unprepared for the events of March 11. That's the end of the quote, and I'll leave it there, Kayoko. Thank you very much. ありがとうございます。福島の事故は、自然災害ではありません。もちろん、地震津波は起こりましたけれども、これは、人間の起こした人災であります。そしてたとえ事故が起こらなくても原発というのはすで、に、環境汚染も起こしますし、そして、放射性廃棄物を残します。また、飯田さんのおっしゃったように全く解決策にもならないコストもかかる、バカバカしい発電であるというふうに私たちは強く述べたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。立花さんが作ってくださった映画ですね、ぜひ皆さんご覧ください。太陽の蓋 The Seal of the Sun です。ホーバーのこのセッションの情報のところを見ていただきますと URL があります。はい、今日はではこれで終わりたいと思います。技術的なトラブルもありましたけれども、皆さんどうも辛抱強く聞いてくださってありがとうございます。素晴らしい、パネリスト、通訳たちに拍手を お願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。Thank you. Thank you.